ように動かすことも自在なんです。ではここでフォトフレームを使ってみましょう。フォトフレームをインテリジェントイメージングフォーライフが認識すると、写真のトリミングやプリントの操作ができるようになります。写真を拡大したり縮小したり、フレームを好きな位置に動かして切り出したい部分を選びます。そして位置を確定したら写真が切り出されました。ではフレームをプリントの画面に動かしていきましょう。すると切り出した通りにプリントができました。こうしてすぐにリビングで飾ることができますね。